何が起きてるのいやー今日めっちゃ暑くてですね、記念にアイスの気持ちになってみようかと思いまして。何の記念だよ。ああ、外に出かけたくなくなる季節が近づいてきたってことですよね。霊夢さんの場合、年中無休で外に出たがらないじゃん。何を言いますか、私だって外に出てパリピのふりしてナンパとかしたいですよ。明日は出かけるぞとも思いますよ。当日になるとめんどくさくなるだけで。もう外に出るとか考えない方がいいと思いますよ。私もそう思う。外で遊ぶお金ももう PC 周りの機材買ったらなくなったし、根本的に外に出られないじゃねえか。で、今日は魔王流ですか？違います。今日は宇宙の外には何が広がっているのかについて考えていきます。なんか急に難しいこと考え出しやがった。そういえば最近霊夢さん宇宙に興味持ち出して宇宙の外についての動画見てましたよね。そう、そこで私は思ってしまった。まさか世紀の大発見でもしたか。この人何言ってるの。平常運転だった。だってもうちょっと低学歴でもわかるように簡略的に説明してくれればいいのに。ビッグバンとか構成とか難しい話してくるんだもん。学歴とか以前に義務教育が追いついてないわ。簡略的に話せない人は説明下手ですからね。私みたいになってもらわないと。学校について簡略的に説明お願いします。耐え続ける場所。一体学生時代に何があったんだ。てか早く魔王流してくださいよ。もう魔王流はしてますが。じゃなくて実況ですよ。ずっとしてたじゃないですか。引きこもりと宇宙についてしか実況してなかったでしょ。そんなことないですよ。ちゃんと解けてたじゃないですか。ここは世紀末か。で、今日は何のクエストをしてるんですか？皆さん思いませんか？魔王流実況者のくせに弱すぎないかと。それは毎回動画出すたびに思ってる。だから今日は強化日ですよ。ほうほう。だから今日は強化日ですよ。2回も言わなくていいよ。だから今日は強化日ですよ。どんだけ触れてほしいんだよ。我ながら報復絶倒のネタを思いついてしまったなと。見てる人誰も気づいてなかったよ。え？いつまで引きずってるんだよ。こうしてれば動画の尺埋まるかなと。我ながら作詞だなと思いましたね。悪知恵しか働かない作詞だな。今までは強化の石を取りに行くんじゃなくてガチャの石が欲しかったからクエストクリアしてましたが、うわ急に実況しだしたよ。今回はちゃんと強化するためにこの。どうしたんですか？この石ってなんていうの？なんで実況者出てるの？まあ今日はこの化石集めをしていくよ。多分化石ではないことはわかる。このクエストしてる間の喋りが今まで困ってたんですが、今日はなんと300種類も考えてきましたよ。まずは宗教についてですね。それ YouTube のコンプラ違反ですよ。え？逆になんで知らなかったんだよ。うわぁ。うるさいな。なんだよ。私のネタの300種類中299個が消え去ってしまった。宗教の話で299個も逆に何話すんだよ。ちなみにあと1個は政治についてです。こいつ多分思想強いわ。はい、ようやくフィニッシュアタック。はい、1試合クリアしたら全部クリアしてました。飛ばしすぎだろ。ちなみにこの石を集めるとキャラの才能が解放できますよ。まあ魔王流プレイヤーの9割が知ってると思いますけど。オーラチャンネルの情報、初心者専用情報だったけん。ではでは早速今回集めた素材を使っていきますよ。白狼は唯一覚醒を最大までしてるから、白狼はできるだけ最大まで強化したいよな。そうそう、4個目は全部解放できそうだね。ほい、解放完了。全能力が上がって AP が2800上がりましたね。どうせなら5個目も全部解放できないかな。これだけならもう負けてくれよ。ゲームに負けるとかの制度ないだろ。何言ってるんですか。霊夢さんいつも負けてるじゃないですか。は、受験に負けた。就活に負けた。人生に負けた。パチンコに負けた。なんでそこまでボコボコに言われてんだよ。てか最後に関しては最近言ってないですからね。最近はですよね。一回も勝てないので引退しました。一体いくら負けたんですか？3くらいですね。30万。あいや3000円です。中学生のお小遣いか。ハイベルザードも強化したので、皆さん強化といえば何を思い浮かべますか？そりゃ素材はガチャですよね。うん、別に間違いじゃないけど。ガチャって努力を諦めた人がたどり着く境地ですよね。なんだそのガチャへの偏見。とりあえず今回は 1.5 周年の神ガチャが来てるので。お、今回のラインナップは強いのか？知るわけがないですよね。そうでした。シズさんと仮面の勇者が可愛いので回す価値しかないです。あとチケット魔王ゆうくん配ってくれてるからみんなもログインだけでもしようね。まずはチケット回すようです。乱数調整ですよ。乱数調整とは運やランダム性が要素として存在しているゲームの一部で可能な、特定の操作によってランダム性を自由に操る行為である。つまり、運営さんこの人ガチャ操ってます。何？バレないようにやれとあれほど。な、やっぱり霊夢さんと運営は裏で。失望しました。いつものことか。本当にやってるように思われるからやめて。てか裏で繋がる相手が、登録者900人のチャンネルって運営見る目ないだろ。確かに。なんだろう誤解を解くために釈明したけど、私の心には大きな溝ができた気がするよ。はい、そこからトントン拍子でチケットガチャは爆死しました。ま、さっきのは乱数調整なのでいいんですよ。乱数調整とは運やランダム性が要素と。もうその説明はいいよ。てか本命のガチャなんですからもうちょっと緊張感持ってくださいよ。お前の立ち絵が一番緊張感ないよ。はい、ここまではマスト。
これが日々の鍛錬の結果じゃい。3000円が生きらないでください。とりあえず2時まで話すことないし倍速。はい、来ましたね。どっちのセリフだ？つきなさい。お前前の動画でも出てきただろ。うっす、純レグノが狙ってます。声がずぶといから臭いよ。そこなんですね。あと1体くらい出てきてくれてもいいんですよ。ルルルルルルル。そんな呼び方するからこうなるんだよ。呼び方の問題だったの。もう石がなくなりましたね。はぁ、また10連か。まさか霊夢さん。ついに、課金しちゃいましたか。普通に頑張って集めました。なんだよ、散財しろよ。どうせなら借金でもすればよかったのに。過激派が身近にいらっしゃる。私が借金したら2人に給料払えないですよ。それは困る、無課金で頑張れ。手のひらくるくるじゃねえか。てか私たち給料もらってましたっけ。勘のいいガキは嫌いだよ。もらってねえんじゃねえか。さあさ、そんな話は置いといて。まあ後で霊夢さんの家でも売ってもらうから一旦置いとくか。ちょっと待って、明日から河川敷生活確定してるんですけど。ダンボール、持っていきますよ。そんな優しさはいらない。あと6時確定した。絶望の中出て行ってくれ。スーパーチャット待ってます。